お疲れ様です。さあオリパです。本日はオリパの時間でございます。今回は秋葉原で購入したこちらデュエルマスターズ2000円オリパですね。かなり怖いです。正直なところかなり怖いです。3回言いますがかなり怖いですね。なんでかっていうと当たりリストが、店内で撮影禁止だったということ、そして、外れるとかなりヤバそうだっていう雰囲気が漂ってたんでね。まあでも今回なんかチンポー君かなり生きてたんでね、当たる気がします。1パック2000円だからな、これな、重いんだよな。できればねコレクションカードとか当てていきたいですけどね。さあどうなんでしょう。まあ2枚入りってところもなかなかうまいですよね。さあ1パック、2000円、1枚1000円、あこうなってんだね。一気にめくる感じから行きましょう。ほい、あジークナーハートバルターとグレートグラスパーセットか。すごい良かったとは言えないですけど、デッキ作りたい人にとってはまあいいんじゃないでしょうか。セットって感じですかね。グレートグラスパーに至ってはもう単体でも強いしね。ジークナーハートファルターは、まあかなり、ね、まあまあまあ強いです。はい、はい、行きましょう。この2枚っていうのが薄くて怖いね、これね。はい、下手すると一気に爆死する可能性がありますよ。行きましょう。ほい、あ、でも、まあ、そうか。そんなに簡単には死にはしないのか。よしよしよし。完全にもうなんか、外れ2枚。50円カードは2枚とかいう爆死のパターンではないんですね。あ、そう。ちなみにこれ全部自然文明らしいです。なんかね、全部自然文明、もしくは自然が入ってるカードらしいですね。はい。なんで私も自然に帰りたいところですよ。これ外れたらもう自然に帰るしかないな。行きましょう。2枚ですね。よいしょってことで。あれ？同じペアが来たぞ。あら？これは？これはもしかしてこれらのカードは使われなくなるってことか。お店の在庫処分の感じか。さあどうなんでしょう。さあ行きましょうかね。2枚ですね。また行きましょう。来い。余ってるのかなこれは。確かにね、グランセフトね、ゲイルベスパーってよりね、キングダムオカブトになっちゃいましたもんね、今ね、トレンドがね。さあ残り2パックで、無事生還することはできるでしょうか。残り2パックじゃない、残り1枚ですね。1パックですね。いきましょう。最後のレアカードがこちら。やっぱ生きちゃダメだな。はい、ということで本日はですね、秋葉原にあるデュエルマスターズ2000オリパ、自然文明オリパ買いましたが、まあ結果といったらちょっと、まあなんか、私もゲールベスパー自体はですね、結構もう所持してあるので、まあ持ってない人からするとね、嬉しいかなとは思うんですが、結構被るような感じのオリパでしたね。これちょっと動画的に一番やばいパターンなんですが、もしよければですね、コメント残してくださると嬉しいです。はい。やっぱハイリスクのオリパね、怖いね。もう一つのチャンネル、デュエルマスターズチャンネルの方であんまりこういうオリパ開けないんでね、久しぶりにこういうオリパ開けると結構ダメージを食らうという感じでした。また、ちょっと次回挑戦しましょう。またね、この失敗した分はね、また取り返せばいいんですよ。また次回ちょっとチャレンジしていきます。シャマでした。さよなら。